の皆さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
大渡らせ待ってました。スキバーガー、トゲトゲサボテン肉にアクセントに高級ラン、それを挟むバンズは高級すぎ、特製コケソースがたっぷりかかってジューシーヘルシーセクシーを約束。特製コケソースがたっぷりかかっては2度目言いましたね。1度言って2度目言って覚えててくださいね。貴重な植物をふんだんに使ったこのスギバーガー、お値段なんと500円くらい。ブッブー残念、100万円。はい、もう一つどうぞ。でも僕もうお腹いっぱいだよ、パンクしちゃうよ。好きなものをちょこっとずつ食べればいいのさ。あーんパーン、それもそうか、パーンパーンパーン、ずる賢くて欲張りで意地が悪くてだらしない、そんなモンスターの仲間になるのさ。これ以上モンスターを減らすのやめて。子供たちはかわいそうじゃないか。かわいそう、何を言ってるんだ。我慢する必要もない、勉強する必要もない、好きなことを好きなだけ使用するじゃないか。そんなことはない。いろいろ考えることは人間にとって必要なことなんだ。人間がたくさん考えたからおいらたち野菜の種類が増えたんだ。一年中作られるようになったし、いろんな料理方法だってある。お前ら野菜は無駄に人間に捨てられているだろう。なんで人間をかばう。だって、オイラたちは大切に育てられてきたんだ。好きだって、おいしいって言ってくれる人がいるんだ。これから食べ物の大切さがわかるんだ。だから、モンスターになんかさせない。僕が間違ってた。食べ物を大切にする人間のままでいるんだ。会場のみんなもわかったよね。食べ物の気持ち、大切にすること。沖縄食育子供ミュージカルモンスターハウスへようこそは以上でおしまいです。またお会いしましょう。これからが盛り上がるんだよ。そうそう、歌わせてよモンスターフード。え、もう時間ないんだよ。そんな、わかった。じゃあ最後はみんなでフィナーレ、どう？やったー。まあ今回だけは許してやろう。でも、いつでもどこでもお前たちがモンスターになるのを待っているぞ。ダメだダメだ、君たちは食べ物を大切にする人間のままでいるんだ。なんだどこの野菜持ってるよ。いい加減にしたよ。さあ、フィナーレだ、元気よくいくぞ。おありがとうございました。
12月には東京杉並区で公演予定。よかったら見に来てね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立北間農業高等学校の皆さん、ありがとうございました。会場の皆様、もう一度温かい